勝ツラハラ・シゲルカツ6月25日から1961年12月7日は、日本の同様詩人、同様作詞家、同和作家、教育者、福山市名誉市民。なお、茂ゲの正しい漢字は、ただし普段使用される漢字でないため、茂ゲとひらがなで表記することが多かった。勝ツ自ハ名義での録音も存在する。 北原白州門下の歌人、桂原茂とは別人。広島県安名郡、八弘村生まれ。祖父は盲目のことの名手、桂原高等。母は岡山県議会議長などを務めた、三宅立才の兄弟。1903年福山中学校卒業。年齢不足のため、翌1904年東京高等。師範学校英語科入学。在学中から。 大成名曲に詩をつけて合唱用に発表する。卒業後は球団性格を等恩な学校教諭、道理寺、後見女学校講師などで教壇に立ちながら、博文館編集局にも務めて、少年世界他の編集に携わり自らも雑誌などに唱歌を発表する。明治の終わりから、全国の小学校に普及した尋常小学唱歌が堅苦しく、児童の心情や、 能力の発達段階に適さない等の批判が出ていた、ため小松孝介、柳田正と共に、大正幼年少か、続いて大正少年少昭和年少、大正少年少か、昭和幼年少か、大正少年少かと順次刊行。これらは、吉丸和正の新作少かと共に、まだ同様という名は用いていないが、後の同様運動の先駆けと評価される。また父親の勧めで、 宮城道夫と進行を結び、1917年、春の雨を発表。赤い鳥相関の1年前のことである。桂原は小学校や幼稚園向けの章歌とは別に、家庭向きの子供のための歌の必要性を考え、当時はまだピアノよりも一般家庭に普及していたことを伴奏に、宮城とのコンビで多数の同曲を発表した。宮城作品全425曲のうち、 桂原ラ作詞の同局は98局にも及び、まだ無名だった宮城を講演者として支え、生涯変わらぬ友情を持ち続けた。赤い鳥相関で起こった同様運動には、同様に大人の趣味を混入させるべきではないと強く批判し、最上80と激しい論戦を繰り広げたこともあった。ただしこうした法学界の同様イコール同局は、当時はそれなりの人気があったが、 現在一般にはほとんど知られていない。桂原の代表作として広く知られる作品に夕日がある。これは洋楽の同様だが夕日の詩は最初キンキンキラキラであった。小児の長女にキンキンキラキラは朝日で夕日はギンギンギラギラでしょうと言われて変更、おかげで強い生命力を感じさせる名作となった。1921年10年。 室崎金月作曲でレコード発売され全国的に有名になった。1945年28年間勤務した球団聖火工女が戦火によって廃校となり帰郷。地元の私立市政工女の校長に就任し1960年、優退するまで勤務。郷土の指定教育に尽力したが、地元の人たちからもニコピン先生と呼ばれ、親しまれた。これは、 子供はいつもニコニコピンピンと願い自らもそうありたいと願っていたからだという。1961年母校、当時の東京教育大で倒れ、75歳で没した。作詞した同様は4000編とも言われたの代表作に、トンビ、白ウサギキューピーさん、ハゴロモ、タンポ,ポポなどがある。また、どんどんヒアララ、どんどんヒアララの村祭りは長年、作詞、 作曲者不詳の文部省賞家とされてきたが、近年、桂原作詞、南の営作曲とされた。その他ボーイスカウトの日本連盟家、花は香るよの、作詞ボーイスカウト日本連盟、高翔や、依頼されて、広陵高校、毛岡高校、明大中野高校、広島大学附属福山中学校、高等学校、香川県立高松商業高等学校など、 全国約400の校歌の作詞も手掛けている。自分の額から手のひらを下ろし、ここから、下は青年者というのが口癖だったらしい。明るく前向きな生き方を、死の直前まで示したという。毎年命日の12月7日になると、聖火の前で、ニコピンキが行われ、元気な子供たちの声が響き渡る。現在、地元では、桂原文化保存会が組織され、 桂原茂とその祖父、桂原高等の遺徳を検証している。ありがとうございます。